日野 DS140 型エンジン。日野 RA900P に搭載された。水平対向12気筒は、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、12個のシリンダーが6個ずつ水平に対抗して配置されている形式である。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて述べる。世界的には180度 V 型エンジンも含めて、フラット12と呼ばれ。 海12と略されることもあるが、競技の水平対抗12気筒は、ボクサー12と呼ばれ、これは B12 と略される場合もある。水平対抗12気筒は、バンク角180度以外の V 型12気筒よりも、幅が広く、全高をかなり低く製造できる。そのため、180度以外の V 型12気筒よりも、エンジンの重心は、かなり低くなるが、実際には、 液ーストマニホールドをはじめとする排気系統をエンジン下側に配置することが多く、これにより搭載位置が高められてしまい、必ずしも低重心であることが活かせない。自動車では180度以外の V 型12気筒は、エンジン搭載位置によらず後輪駆動車全般に搭載例が見られるが、水平対向12気筒は、エンジン幅の広さと排気系統のスペースの制約が大きいため、 フロントエンジンの車両では用いられない。しかもエンジンの振動に関しては、V 型エンジンでも、ヘンバンクの6気筒のみで1次振動、2次振動、空力振動とも釣り合わせられ、ボクサーエンジンであっても、V 型12気筒に比較して、明確な利点があるわけではないため、一般主販車両ではほとんどフラット12気筒エンジンが用いられることはない。 同様のシリンダー配置でも、クランクシャフトの位相により、フラットエンジンは2種類に分類される。競技の水平対向エンジンは対向シリンダー間で180度のクランクピン位相角を持ち、2組のピストンとコンロットの軸対照的な動作でお互いに振動を打ち消し合うものであり、ボクサーエンジンとも呼ばれる。これに対し対向シリンダー間でクランクピンを共有し、 二組のピストンがほぼ一定の間隔を保ったまま動作するものは180度 V 型エンジンと呼ばれ、講義の水平対抗エンジンには含まれることもある。両者のうち12気筒エンジンでは他の気筒数に比べ180度 V 型が多い。180度 V 型エンジンでは対抗シリンダーで振動は打ち消せないが、前述の通り12気筒エンジンであれば振動の問題はほぼない。 なお180度 V 型12気筒とボクサー型12気筒とはクランクシャフトが最大の相違点であり外見から区別することはほぼ不可能である。水平対向12気筒は主に回位置や耐久レースの参加車両に用いられていたが1970年代後半にシャーシ底面の地面効果によりダウンホースを得る。 設計のウィングカーが登場すると、シャーシ底面の多大なスペースを必要とし、地面効果の気流を妨げる水平対抗12、気筒は、時代遅れとみなされるようになり、レースの世界からも姿を消していくようになった。開一で、水平対抗12気筒が活躍したのは1960年代中盤で、 フェラーリは1.5リットル規定の最後の時代である1964年から1965年にかけてフェラーリ1512回1に水平対向12気筒を使用したが1966年に回1の排気量が最大3リットルに拡大されると新マシンのフェラーリ312にはより古典的な V 型12気筒を採用した1969年にポルシェが 耐久レースに投入したポルシェ917は空冷水平対向12気筒を搭載していた。このエンジンはポルシェ908で用いられた水平対向8気筒エンジンの発展型であるが、クランクシャフトは908エンジンの水平対向型ではなく V 型12気筒と同じ形式のものが用いられた。このエンジンとポルシェ917は当時の耐久レースで大きく活躍し、 後のフェラーリの F1 エンジン開発にも影響を及ぼすことになった。当時、フェラーリが耐久レースに投入していた V 型12気筒のフェラーリ512は最後までポルシェ917に苦戦を強いられ続けたからである。1970年、フェラーリは第1に水冷3リットル水平対向12気筒エンジンを搭載したフェラーリ312バイトを投入。 1980年のフェラーリ 312T5 まで約10年間水平対抗12気筒で第一世界選手権を戦い抜くことになった。フェラーリの水冷3リットル水平対抗12気筒は何度も選手権を制する成功策となり、後にアルファロメオも奇載カルロキティ率いるアウトデルタの設計で1973年にグループ6にアルファロメオ T433。 t 1976 2を投入。1年には、アルファロメオ 33SC12 を送り出し、このエンジンをブラバムに供給する形で、開一復帰を果たすことになる。しかし、同時期の1972年に、同じイタリアのテクノが投入した水平対抗中に、人は、全くの失敗作に終わり、テクノはわずか2年で、開一から撤退することになった。 フェラーリは後に4.4から5.0リットルの排気量の水平対向12気筒をフェラーリ 365GT4BB やフェラーリテスタロッサに搭載して市販した。アウトデルタでアルファロメオの水平対向12気筒エンジン開発に携わったカルロキティは後に元売りモデルニを設立。水平対向エンジンを自社のアイデンティティとしていたスバルをパトロンに迎え、 1988年に3.5リットル水平、対抗12気筒 DOHC60、バルブエンジンのスバル MM を共同開発。1990年の F1 世界選手権に、イタリアのコローニに供給する形で、スバルコローニとして、正式参戦を果たすが、すでに参戦当時には他メーカーのエンジンに比べて、性能不足の様相を呈しており、参戦した6戦。 すべて予備予選落ちという悲惨な結果となってしまった。同年、このエンジンは、グループ C カーにも搭載され、世界スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦したが、成績不振から5戦を走っただけで、シーズン途中に姿を消した。スバル MM はドームが開発していた、日本のスーパーカーのジオットキャスピタに搭載され、市販される計画もあったが、スバルの F1 参戦計画が、 あまりにも早期に頓挫したことでこの計画も幻のまま終わった。カルロ・キティは1994年に死去したが死から5年が経った1999年、スウェーデンのスーパーカーメーカーであるケイ・ニグセグが、キティが生前に残した4.0リットル水平対抗12、気筒エンジンの青図と工作機械、及びパテントをキティの遺族より買い取り、このエンジンを組み立てて自社のスーパーカーである、 ケーニングセグ CC のスペシャルバージョン B12S に搭載した。これが、キティが設計した水平対向12気筒が搭載された最後の車両となった。1990年代前半、メルセデスベンツは、自然吸気3.5リットルに統一されるグループ C レースに投入する目的で M291 エンジンを開発、C291 に搭載したが、 この M291 エンジンは非常に独特であり、3気筒分のシリンダーヘッドとシリンダーブロックが一体化されたモノブロックを4つ組み合わせて水平対向を12気筒とし、クランクシャフトの中間からギアで髪型に出力を取り出すセンターアウトプット構造となっていた。シリンダーヘッドのデザインも通常の水平対向エンジンと異なり、エンジン髪型に排気ポートを配置し、 吸気ポートはヘッド内の2本のカムシャフトの間を通すトップフィードと呼ばれる特殊なものであった。これによりエンジン両側から吸気しエンジン髪型に排気することが可能となり C291 ではコクピットから後のボディ仮面を平らで大きなディフューザーとしダウンフォースを稼ぐことと低重心化の両立を図ることができた。しかしこの極めて複雑な構造が災わいして 性能や耐久性が安定せず、高潮 12,500rpm で600馬力を発生する。このエンジンは、金曜は600馬力、土曜は500馬力、日曜は400馬力などと揶揄されることとなった。後に、幾度かの改良を行い問題の多くが解決に、向かって C291 が一生を挙げることはできたが、その頃には FIA と ACO は、 レギュレーションの変更を行ったために、同エンジンを搭載する後継の C292 が、レースを走ることはなく、結局このエンジンは成功することなく終わってしまった。キハ 183K 用 DML34 型、レースエンジン以外では、日本の高速路線バスにおいて、採用例があり、日野自動車において、RA100 に採用された、DS120 型や RA900P に、 採用された DS140 型が水平対向12、気筒ディーゼルエンジンである。鉄道車両では、日本国有鉄道の DML30 系エンジンに、水平対向12気筒レイアウトが採用されており、この両者が自動車レース以外での水平対向12、気筒の代表的な成功例である。軍用車両においては、第二次世界大戦中に、 イギリスのヘンリー・メドースが、カベナンター巡航戦車に水平対向中に、気筒ガソリンエンジンを搭載しているが、搭載スペースに余裕がなかったため、後部に搭載されたエンジンに対して、ラジエーターと冷却用吸気口が、車体全部に搭載されるという得意なレイアウトとなり、後に冷却不足という問題を引き起こしてしまうこととなった。結局カベナンター巡航戦車はごく少数が、 北アフリカに送られたものの実践には参加せず、も、ありがとうございます。